はい、どうも中村です、近代おうち芸仙学概論のコーナーがまた始まりました。前回までナオミ2とやってきたんですが、まあ、その流れで今回システム256をやりたいと思います。まあ、ナオミはまあドリキャスの互換なんですけど、システム246と256っていうのナムコのがありまして、この基板なんですけど、まあ、プレステ2互換でございます。で、一応246と256のマザーがありまして、256を僕は持っています。246もなんで持ってないかっていうと、256は246をと互換性があるからなんで、実質256があれば246のゲームを遊べるんで、これ1台で OK ということになっております。で、なんでしょうね、一応256はこうね、ドライブを使ってデータを使ったりするんですけど、後期の一部のガンダム VS ガンダムネクストとかフェイトとかですね、そこら辺一部のやつはハードディスクになっております。これですね、よいしょ、中にハードディスクが入っていて、それでまあ読み書きも専用みたいな感じですね。一応互換のあるドライブを交換することでこう DVD のゲームも遊べるようになりますが、まあ実質もハードディスクで専用って感じですね。で、よくまあハードディスクなんで、まあ壊れやすいんで、まあバックアップを取ったりとかっていう方法もあります。別のハードディスクにコピーするっていうやつですね。で、あとはまあ、ここに欄があるんですけど、この、すごいよくできてるのは、4人対戦、ガンダムでおなじみの4人対戦台は、欄を4つ、ランハブに刺すだけでもう、あとは勝手にいろいろ処理してくれて、設定してくれて、4人対戦がさっくりできます。すごい、ランをつなぐだけで OK っていう、すごい、なかなか近代的な感じとなっております。246なんですが、まあ、作りはやっぱり JVS ですね。で、まあ、ここに、まあ、VGA で映像を出して、まあ、音声ですね、おなじみの。で、まあ、入力とかは、ちょっと癖がありまして、セガじゃないですね。カプコンコンバータとかセガコンバータは使いません。専用の、システム246、256専用の、やつの方がいいとされています。一応、JVS 筐体につなぐだけでもできるんですけど、はい、こういう、専用ボードがついております。で、つなぎ方なんですけど、カプコンコンバーターとほとんど一緒です。はい。ですね。で、まあ、普通に VGA をつなぎまして、まあ、どっちでもいいです。VGA つなぎます。で、音声をつなぎます。で、電源なんですが、こちらになります。電源コネクタは特殊です。これを、ここに、ガチョッと挿します。そうですね、ここの邪魔のおなじみの 5V とか 12V をこう抽出してここに本体に送り込むって感じですね。で、これはファイティングジャムとかする用の6ボタンのコネクタです。まあ、ついてないことの方が あるんですが、まあ、これはまあ基板屋さんとかで作ってもらうなりして、はい、おなじみのキックボタンのコネクタですね。で、今回気をつけてほしいのは、前回、ナオミとか USB で繋ぎましょうって言ってたんですけど、USB、一応ここに USB 端子が、ここ、シール剥がせば出てくるんですけど、ここ剥がせば USB 出てきます、USB 端子。このボード、ナムコの IO ボードを使う場合は、入力は、このフラットケーブルのやつで行います。で、フラットケーブルはどこに挿すかと言いますと、ここ正面じゃないですね。なんと横です。なんでやねんって感じなんです。
横にあるコネクタ、ここに挿すことで入力をやってもらいます。やったな。はい、そうです。このコネクタがないと映像とかとしても操作はできなくなります。はい、で、これで一通り準備かな。あとは、まあ、あれですね、コントロールボックスに邪魔をつなぐだけで OK です。邪魔ハーネスを挿します。ほい。はい、挿しました。で、今回はどうしましょうかね。今回はこの、ガンダム VS ガンダムをやりたいと思います。まあ、ハードディスクに入っているガンダム VS ガンダムネクストがあればぶっちゃけガンダム VS ガンダムはいらないんですけど、で、これはもう本当プレステと同じ感じのゲームディスクでございます。はい、もうガンダム VS ガンダムもう普通ですよね。で、で、ナオミで紹介したドングル、要するにコピー対策として、まあ、シリアルキーみたいな感じですね。そのゲームをちゃんと動かすかを認識をするためのドングルがこちらにいます。もう、まんまプレステ2のメモ化です。なんで、もう本当プレステの互換機だなって思うのはそういうとこですよね。これがドングルです。これとソフトが一致してないと起動はしません。なんでこのドングルをもうここもうメモもうほんとメモ化みたいにサクッと刺してください。そしてディスクを入れます。まあ、起動ちょっと時間かかりますけど、まあナオミ2よりは早いですね。はい、映りました。あ、システム246モードでやってくれって言われてますね。あれ ?256 じゃなかったっけ。そして映像の乱れがありますけど、これはディップスイッチの重、ここにあるディップスイッチがこの3番ですね。31K がオンかオフかで 15K と分かれています。まあ、要するに邪魔の入力は昔の映像なんで 15K になります。なんで、まあ 15K なんでスイッチ変えましょう。3番です。ディップスイッチの3番を。最近新しめの液晶モニターとかでやるとか、ブラストシティネットシーとか、まあ、高画質なモニターでやる場合は 31K がおすすめです。綺麗なんで。はい。で、PS2 モードでやってくれと言われましたけど、それはちょっと面倒なんですけど、あ、コネクタ刺さってるからか。見えますかね、ここジャンパスイッチがあるんですよ。ここによく見たら246プラスモードと256モードにしてくれっていうジャンパがついているので、それを切り替えてください。今ここ抜き差ししてピン抜いて差して、はい、あ、今246モードになってたから変えてくれって言われたんですね。
ではもう一回入れ直します。映像も 15K にして、入力も今256モードにしました。あとすごいのはこのドライブがすごい固定されてないんですよ。すごい見てください、これこうすごいグラグラするんですね。これなんでかっていうと、多分衝撃対策だと思うんですよね。要するに筐体対戦ゲーで負けた台ガーンって蹴る人とかいるじゃない。その時にゲームが止まらないようにショックを分散させるために中でわざと揺れるようにしてると思うんです。まあ中身あとちょっと別の動画で紹介しますけど、はいはい、起動しました。映像も 15K でしっかりと、ちょっと初めて知った。ほい、どこまでいいのかな。あのネクストであれなんですよね。シードまでか。シードまでっぽいですね。パシッとさんで言われてますか。こんな感じです。で、一体何機なんだ。アムロ、よろしく頼む。僕は誰にも死んでほしくないんです。そこだ、行ってしまえ。お前だったんだ。はい、というわけで、テストモードちょっと行きます。あれ、はい。で、ガンダムってこう隠しキャラが、伝統隠しキャラが次元性とか追加されるんですけど、基盤屋さんでソフトを買うことをおすすめする、こう説明書がついてくるんですよね。でそれにちゃんと当時の隠し要素の出し方っていうのがあって、これをやるとガンダムエクシアが追加されますと。ちょっとやってみましょうか。テストモード内のパスワードです。入力で、P、A、パスワード6。一応なんかこう歴代パスワードもあったんですね、徐々に。で一応最後のやつでしたら多分全部出てくるんだと思います。で、イグジットセーブ、はい、これを入力することで、お、エクシアが追加されましたね。まあいろいろ、もうなんかいろいろステージとか選べるようになりましたね。ベーダからの指示だ。本作戦を敢行する。こちらフォーフライ、援護する。エクシア、介入行動を開始する。敵に捕捉された。正面か。どいてくれ。ほい、ソフトの保存方法なんですけど、もう出しちゃいます。電源つけてるときに出してくださいね。電源切っちゃったら出てこなくなっちゃうんで。ほい、これとこれね、結構あれなんですよ。この CD ケースだけでメモ化よくなくしやすいんですよ。はい、これ実際ヤフオクから出てるやつも結構なかったりするんで。でそこで出番なのが、皆さんもピンときたであろうプレセ2の空パッケでございます。なんかもうメモ化がね、メモ化入りあるんでちょうどいいです。
これドングルも一緒にセットできると。あら、あら完璧。これ楽さない。で、表ね、こうさ、ちょっとね、やっぱ味気ないなって思われる方は、これはもうインストのコピーなんですけど、このガンダム VS ガンダム、はい、これ実はこのまま、実はこのままここに入ります。まあ自分が分かればいいんで、どっちがいいかな、こっちかな、こっちかな、いや、はいはい、そう、ガンダム、一応ここで判断するみたいな。はい、こんな感じでね、ちょっとにぎやかしできます。ちょっとこういう感じで、で中にこう、いや、ちょっと残念なのが、このインスト表ですね、技の。これがね、ちょうど入んないんですよね。ちょうどね、中もちょうどちょっと押し入んないんですね。ちょっとはみ出ちゃうんですよね。一応、折ればギリギリは入ったりとか、こんな感じで無理くり折るっていう手もあるんですけど、まあ、ここはまあ、個人でお任せいたします。表はこれいいよ、これ。はい。こんな感じでございます。あと、気をつけていただきたいのが、256モードが互換性があるから、256で全部やればいいじゃんと思うじゃないですか。実は罠がありまして、256モードだと、同期が取れない、処理が早すぎて、同期が取れなくなっちゃうやつがあるんですね。で、まあ、ちょっと試しに。これ、昔、ゼータガンダムですね。246の方のゼータガンダム。シードから256だったと思います。ガンネコからかな。まあ、いいや。ゼータガンダムは246から出たやつは246にしてください。今回256、今ガンネコ動かした256モードにしています。256モードでゼータガンダム動かすとどうなるでしょうかってクイズ形式です。まあ、有名っちゃ有名ですね。知ってる人は知ってるという。はい。でも僕もまあ256買ったのはファイティングジャムがやりたかったし、バサラクロスとか、まあ、そこそこね、格ゲー粒揃い、ガンダムゲームもあるんですけど、また格ゲーメインで買ってたんですけど、なんかなんやかんやでガンダムも集めようかなって感じで、ね、目指すは4人対戦台、ゼータとシードの4人対戦台も作ってみたいですね。今読み込んでおります。はい、今256モードでゼータガンダム立ち上げました。あ、どうなるでしょう。早い。で、音が速くなっちゃうんですね。味あっていいですけど、あ、いいですね、これいいんじゃないか。はい、なのでこれは246モードにして変えておいてください。基本は256モードで遊べるんですけど、こういうたまに処理が追いつかなく、噛み合わなくて変な風になっちゃうやつがあるんですね。で、まあ、246と256の何が違うかっていうと、まあ、メモリーとか VRAM が違います。コンポーネント作りは一緒なんですけど、ちょっとメモリーが多めになって、こう、ちょっと、よりこう複雑なゲームができるっていう。まあ、ナオミとナオミ2の関連性と一緒ですよね。メモリーを足すんじゃなくて、本体を作り直して買い直させるって、まあ、当時の人は大変だったと思いますよ。うん。2003年か。19年前か。うわ、19年前やべえな。さあ、曲どうなるか。これ早くなってたら笑いますよね。246マザーがいるみたいな感じになっちゃった。
ああ、いいですか。この音であれなのかな、 YouTube 判定引っかかって広告無理やり入れられちゃうかもしれないですけど、いやいい曲ですね。はい、というわけで、まあ今回システム246と256編をやりました。まあ実質やることはナオミと一緒でございます。ナオミと一緒なんですが、ちょっと専用のボードがあるといいですよって感じですね。まあ一応なしでもできますけど、これが一番手っ取り早いんで、まあセットでゲットすることをお勧めいたします。はい、ゼータ DX ちょっと高いんですけど、まあ、シードの無印とかゼータとか2000円とかで買える、お得なんで、まあ導入の基盤導入にもいいと思います。でね、あとはまあはい、こういう中古ショップでね100円とかで売っているプレステ2のゲームとか買って側をいただいて、まあ中身を、ほんとドングルマジ番号とか、まあ一応なんとなくこう G ガンダム VS1 って書いてて、まあなんとなく分かるんですけど、ほんともうどれもややこしい、もうほんと絵が描いてなくて、もう文字でしか判断できなくて、こう一応ゼータデラックス1、ゼータガンダム A1 とかこうね、バージョン A とかもややこしいみたいな。はい、なんでまあプレステ2のパッケをゲットしておいた方がいいですぞということで、はい、今日はこんな感じで、まあナオミが理解できる方だったらもう246ももうちゃちゃっとできると思います。まあ、次はもう JVS の流れでタイプ X 行きますかね。タイプ X でかいですよ。まあそんな感じで今回も受講ね、ありがとうございました。またお会いしましょう。